はい、どうもカリエです。追走の動画お待たせいたしました。やっていきたいと思います。今回の動画はですね、不夜城ナイトメア、追走不夜城ナイトメアということなんで、追走ブラド、まずやっていきたいと思いますけども、この前の、3周年記念スクラッチ動画でも、見ていただいた通りですね、オフ会やってたんですよね。でそのオフ会の中でもうすでにあの攻略をしちゃったので、今回はちょっとパーティーの紹介がてら、追走ブラドやっていきたいと思っております。で俺がクリアしたのはこのパーティーでございます。リーダーエミリアで、中が大いなる絶望リビア、オリエンス、そしてフレンドさんが追走ビビアンですね。はい、このパーティーで、攻略していきたいと思います。まああの体力低いんですけども、ちょっと贅沢にですけどね、あの大いなる絶望とオリエンスにレムをリンクさせてますので、相手の先制攻撃の闇属性攻撃を 15% 減らせてますので、最初の先制攻撃は一応耐えれるようになっております。であとは3属性以上出してリビアのパッシブスキル発動させて、で4属性以上も発動させて、このリーダーとフレンドの2人のギルガメッシュと、ロゾワールの、リンクアサルト、リンクでリンククワッドアサルト2ですね、これも発動させていきたいと思います。で、まあ3エミリアの、味方の3パネルスキル成立もやらないといけないし、追走ビビアンのこれも、やっていかないといけないんでね、ヒールスキルが3種類以上成立させるという、これも、条件をこなしていかないと多分倒せない相手なんで、やっていきたいと思います。ほい、まあ、先制はちゃんと体力マックスだったら全然普通に耐えれます。ちょい残しですね。で、もう最初からアクティブスキルが一応使えるので全力で使っていきたいと思います。オールクリアヒール全部クリアにしてからハートを1枚ずつセットしていきます。でリビアブースト、あそうそう、道中ね、あのオリエンスの、ドメスティック使いまくってたので SP2 ずつ回復してるから SP にはかなり余裕がありますんで、ね、SP 消費のリビアブーストも全然余裕で使えますよって感じです。治癒化の日、人間族という妖精族の攻撃力2倍ずつ発動して、相手が受ける、ダメージが2倍になる、これもね SP 消費3あるので、まあ、余裕で使っていきますね。で最後に、フールブルーフ、フールプルーフ発動します。でこっちの攻撃力が2倍、もうかなりの攻撃力を積んでおりますね今ね。であとはさっき言った通り4属性決めていくのと、回復パネルヒールスキルを、3種類決めていくのとやっていきたいと思います。であと必要なのは闇パネル2枚と水パネル2枚、あ水パネルはいらねえわ、闇パネル2枚と風パネル1枚だ。いきます。多分これぐらい。もうちょっと攻撃できたよね絶対まあでも多分ね、あの追走ビビアンでかなり十分なダメージ与えれるはずです。はい、こんな感じでございます。闇2枚がねなんとか来れば、風1枚も多分全然来ると思うので、闇2枚がうまいこと、同じ場所に揃えれたら、まあ問題ないかなっていう感じのパーティーですね。はい。回復パネルも1枚ずつセットされてるから、ヒールスキルも3種類簡単に決めやすいし、ヒール、じゃあ回復パネルも全部こっちで変換されてるから、すごいやりやすいパーティーなんじゃないかなと思います。ということで、今回は、追走ブラドの、パーティー、このパーティー紹介プラス攻略でございました。次の動画は、追走オベロンですね。そっちの方もやっていきたいと思います。ということなんで、ご視聴ありがとうございました。お疲れさんでーす。バイバイ。バイバイじゃねえよ。追走オベロンじゃないよ。追走ブラドのステータスもちょっと見ていきましょうか。はい。ということで、闇属性のブラドでございます。味方の魔物族ユニットのヒットポイントが2倍と攻撃力が4倍です。魔物族であれば無条件で攻撃力4倍は結構でかいですね。体力に何ありですけども。で、ベリアルコード。
一旦の間敵全体が受ける、ダメージが 1.5 倍というデバフ変発ですね。で、カルマ、単体に闇属性大ダメージ2パネルで大ダメージですね。でパーディション闇3枚と水風1枚ずつで、敵単体に闇属性の極大ダメージですねを与えることができます。さらに敵単体に攻撃力がかける40倍の闇属性攻撃。ただでさえその本人の、ATK 攻撃力の、かける10倍かな、極大だと10倍のダメージを与えるプラスブーストに入れるとそこからさらに40倍の攻撃を与えれることができるということ。結構なダメージは入りますね、レベル上げたら。はい、まあオリジナルの方のブラドだとクリティカルが入るんだけど、こっちはさらに、まあ、ダメージ量とさらに追撃のダメージという形になっているので非常に強力ですね、ここに関しては。でリンクパッシブが、光パネル 10% を下げるですね。まあまあ使える感じじゃないですか。うん、光パネル全然必要としないパーティーだったらリンク全然させてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、改めましてこれで終わりたいと思います。パーティーの方もよかったらぜひ参考にしてみてください。じゃあ改めてお疲れ様でした。バイバイ。